里秀三郎は、日本の法学者、小学者、会計学者、税理士、会計司法、司法書士。専門は、税法原理論、会計監査、会計管理論、その他経営実務法務全般。山梨学院大学名誉教授、スケド会計、法務事務所代表。税理士法人は安心合同会計業務執行社員。東京都八王子市出身。 税法学を中心とした法学、会計監査や会計管理論を中心とした小学、会計学において数多くの研究指導を行った。大学での活動のほか、税理士、会計司法、司法書士、社会保険労務士として数多くの顧問先の指導、関係当局との接触などを行い、現在も現役で活動を行っている。現在は 千葉県の大網白里市及び船橋市を中心に、スケド会計、法務事務所や税理士法人安心合同会計などで、修業活動を行っている。大学での研究指導から退いた今でも、各省庁担当部局等から意見を求められるほどの、学者、専門家である。明治大学の大藤義氏は実前である。1962年に山梨学院短期、 大学法教科は、山梨学院大学法学部法学会改祖となる。現行学校教育法における准教授に相当、当時も今も珍しい、複数学部を兼任する教授職として活動していた。司法書士佐古秀三郎事務所を、開業通称名佐古税務会計、司法書士事務所税理士法人の役員税理士に、就任個人事務所通称名佐古会計、司法書士事務所へ、 変更個人事務所通称名作戸会計、法務事務所へ変更上記のほか、全国信用金庫連合会の講師を担当した経験がある。経歴より、平成16年4月改正前弁護士法に基づく弁護士有資格者でもある。現在、会計司法の登録資格者で、かつ、会業者である。また、税理士の登録資格者で、かつ、勤務税理士である。過去には、 司法書士や社会保険労務士の登録資格者であったが、登録を削除し、有資格者に留めている。上記などにより、便利士、社会保険労務士、行政書士などの有資格者でもある。上記のほか、経営士協会未入会ではあるが、経営士の認定を受け、中小企業診断員の研修の受講済みである。会計司法、佐藤秀三郎事務所代表、ありがとうございます。